どうにか任務はこなせたようだな。どうだ、ネームレスは。最低です。他に表現のしようもありません。だろうな、アイスラー少々が心配してたぞ。なぜこんなことになったのかわからない。申し訳ない。だとさ、戦績を上げて恩赦を得る、それしか道はないと考えてやるしかありません。だな、軍というものは一度決まったことは簡単に覆らんものだ。次の任務は遊撃戦とアソロンにある拠点攻略だ。72時間でやれ。72時間でですか。俺さんの決定じゃないぜ。司令部がそう言ってんだ、やるしかないだろ。遊撃戦なら地の利は生かせる。隊を立て直すにはいいか。次の任務は遊撃戦だ。敵だらけの現状ではそうなるのもやむなしだな。おまけに72時間以内に拠点攻略しろとは無茶を言ってくれる。グスルグ、この部隊の所属隊員は君とエース13を除くと何名だ。現在は10名だ。まず5名君の判断で協力的だと思われる隊員を選んで集めてくれないか。了解だ。では各自ナンバーと作戦に不参加だった理由を教えてもらいたい。あんたに聞く権利はあるのか。士官とはいえ来ていきなりその態度はないんじゃないか。おい、突っかかるなよ。とはいえセブンの態度は俺もぶしつけだと思うな。そうですよね、なんだか冷たい感じがします。みんな辛口ですね。協力的な隊員でこれか。作戦に不参加だった理由は俺も聞きたいんだ、教えてくれないか。グスルグさんがそう言うなら。仕方ねえな。15です。まだ死にたくないので不参加でした。21だ。仲間を失わないために最善の選択をしただけさ。24です。私は出たかったけどみんなに止められました。56、嫌だったから逃げた。32だが体調不在で参加義務がないから行かなかった。体調不在？実はネームレスの体調は隊員の推薦と承認で決定されるんだ。階級は少尉の君が最上位だが隊長職の辞令は受けてなかったろう。確かに辞令には隊長として着任しろとは書いてなかった。俺はクルトに任せたが隊員たちの過半数が承認していなかった。つまりクルトの指示はまだ隊長命令としての強制力がなかったんだ。それは軍規にのっとったルールなのか。ネームレス限定の規則だが上が決めたものだ。クロー中佐に確認するか。いや、いい。グスルグ、俺たちはお前が次期隊長にふさわしいと言ってるじゃないか。そうですよ、私はグスルグさんを尊敬しています。俺は隊長の器じゃない。ダルクス人を隊長にしても待遇が悪くなるだけだぞ。でも指揮ができる人なんて他にいないじゃないですか。俺はこのセブン、クルト・アービング少尉が適任だと思っている。君たちがサボった戦闘で実際に彼の指揮能力を見て俺は判断しているんだ。反論があるならまず君たちも彼の指揮下で戦ってみるべきだろう。
実際に彼の指揮を受けて納得できないなら俺が隊長になってもいい。だから一度だけ彼の指揮で戦ってみてもらいたい。どうだ。他でもないグスルグがそこまで言うなら仕方がないな。私は最初から行くつもりでしたから、いいですよ。逆らえねえよ、シックスには。グスルグさんが信頼するほどの能力がセブンさんにあるなら。みんながいいって言うなら俺は反対しねえ。仲間の意思を尊重する。すまない、みんな。あとはクルト、お前が証明してみせる番だ。分かっている。俺にとってはここから先の方が簡単だ。準備は整ったな。それでは出撃する。行動を開始します。敵発見、敵発見。いいですね。やった、今度進める。出撃します。いけそうだわ、いけそうだわ。家で勝負しないとね。セットでこちらもいかが。敵撃破。へえ、やるね。次の目標に移るぞ。私行きます。
行きます。やったー、くそいいやつだったのに。敵発見。当たって。撃破したわ。発見したわ。問題ない。逃がしはしない。ふん、手応えのない。この調子で攻め上がるわよ。行くか。止めた。助かった。ありがとう。出撃してあげる。あの子を思い出すわ。おう、やるぜ。安心しろ、俺がついてる。気持ちって、わからねえ。邪魔だ！よっしゃ！敵は病院を逃がさないで。私の番ね。当たって。私、体が丈夫なんだよね。私の番ね。当たって。やった。どうしよう。どうしたんだ。行くか。そこだ。仕留めた。味方がやられた。お前ら気をつけろ。
開始します。敵発見。任せときなって。腹に溜めた力を使うぜ。パワーが有り余ってるんだ。スマートに行くぞ。相手が悪かったな。なんて腕前だ。私の出番かい？やってやろうかね。これでどうだい？恨むんじゃ。向こうにも何の話があるぞ。勝ったな。みんな、ご苦労だ。みんなどうだった？俺が隊長に押す男の士気は悪くないだろう。なんだか当たり前のように勝ちましたね。戦死者ゼロか。これだけ危なげなく勝ったのっていつ以来だ？ねえ隊長さん、いつもこんな感じで戦えるんですか？おい、みんなこの程度で認めていいのか？21、今の戦いで不満を感じた点があれば教えてくれないか？何？俺もまだ実戦経験は浅い。この程度の戦闘結果で満足する気は全くない。反省点は徹底的に検証して次の戦いでは修正したい。意見は遠慮なく言ってくれ。不満な点は反省はだな。やめとけよ。考え込まなきゃ出ないってバレバレじゃないか。俺は32ジュリオ・ロッソだ。セブンを隊長として認めるよ。今回みたいにしっかりやれるなら私も支持します。15エイミー・アップルです。よろしく隊長さん。セブンがグスルグさんより強いのか分かりませんけど、いい感じでした。24アニカ・オルコットです。戦いなら任せてください。56君はどうだ？俺はまだ信用するには早いと思う。56の言う通りだ。俺ももう少し慎重に判断したいところだな。21の考えはもっともだ。俺も一度の成功で全員から信頼されようとは思わない。56と21は
保留ということでいい。ただ俺にもう一度指揮する機会を与えてくれるとありがたい。それくらいなら別に。いいぜ、今回は悪くなかったし、やる気もあるみたいだしな。あ、でもサーティーンと一緒に出撃するのだけは勘弁な。そうですね、まだ死ぬわけにはいかないですから。サーティーンがどうかしたのか。知らないんですか隊長、死神って正規軍では有名じゃないのかな。細かいことはサーティーン本人から聞いてくれよな。気になるが、まあいい。これでひとまず5人、残るは5、いや6人か。クルト、残りの5人を集めてきたぞ。では君たちのナンバーを教えてくれ。3、ババアで悪かったね。ん？あ、俺はナンバーを聞いただけだが。おいおい、そこは美しいレディしか見えないと返すのが礼儀だぜ。レディ？言っている意味がわからないのだが。冗談も通じないとはつまらない男ね。教育が必要だわ。あなた幸せよ、私に育ててもらえるなんて。お次は俺だ。イレブン、華麗なるスパイ、ガリアのハヤブサとは俺の。待ちなさい、注目の分際で私より先に名乗るとはいい度胸ね。いやいや、ナイトはクイーンの前に立つものだぜ。今自分でスパイって言ったばかりじゃないの。教育が足りてないわ。おほ、こうしてナイトはクイーンのために強くなっていくのか。何なんだ一体。私は23、いずれ大陸の頂点に立つ女。ダメな男は即教育よ。どういう意味だ。この隊にいる方にはいろいろありますから。僕は45、よろしく。いろいろね。そう、単純じゃない、まるで歴史のようにね。ちょっと、脇役は3行でまとめなさいよ。だそうですので、12とだけ申し上げて黙ろうかしら。これで全員だな。みんな前の戦闘の結果は知っているはずだ。彼の指揮で戦ってみないか。戦闘記録を見たが、なかなかじゃないか。試す価値はあるな。セブンにどの程度の教育が必要か、ダメ具合を見てあげてもいいわ。僕は体調が悪くて寝込んでいただけなので、今回はぜひ。私も最優先の研究が一区切りついたから別に問題ないわ。私は隊長はグスルグがいいと思うがね。まあ骨のあるところ見せてみな。一応戦闘参加の同意は得られたということでいいんだな。そうだな、前の5人も今度の戦果に注目している。抜かるなよ。分かっている。これより遊撃戦任務を開始する。
みんな。行動を開始します。見えました。チャンスだ、行くよ。ここに火力を集中しろ。そこ気持ちいいですね。お父さん、どうしたんだ。行くわよ。敵地に向かい、調べたいわ。ヘッドのやつを狙え。敵発見。悪くないわね。当たって。敵撃破。今がチャンスだ。スッと侵入された。応援を頼む。俺の出番だな。当たれ。いっちゃ上がり。向こうにもあんな奴がいたと。行動開始する。いけるぞ。行きます。熱くなってきました。敵がいます。それがいいです。気づくな。しっかりにやっておけ。問題ない。逃がしはしない。問題ない。死ぬない。悪くない。逃がしはしない。ふん、手応えもない。防ぎますよ。
ちの勝ちね。みんなありがとう。どうだった？感想を聞かせてくれ。想像していたより良かったわ。指示も的確だったし。僕はもう少し攻撃的でもいいかなって思いましたが。物足りないね。まあまだ伸びしろはありそうだがね。俺が指揮するよりはずっと期待できるだろ。あんたには戦車の操縦もあるからね。二役やらせるよりいいだろう。麗しの女王陛下、君の評価はいかがかな？まだ手ぬるいわ。この私にふさわしい圧倒的な勝ちじゃないもの。俺もより圧倒的な勝ち方ができたと思う。現状に満足はしていない。いい心がけじゃない。悪くないわよ。みんなの意見をデータとして統合すれば答えはもう出ているよな。イレブン、アルフォンス・オークレールだ。ガリアのハヤブサと呼んでくれ。また私より先に行った。教育教育教育。これは敵の銃弾より効くぜ。私はまだ認めないわ。セブンは育てがいがありそうだから。妥協は求めない。君にも認められるように俺は上を目指していく。その姿勢悪くないわね。しっかり育つのよ。45、名前はセルジュ・リーベルトです。僕は隊長についていきます。私は12、バレリー・エインズレイよ。歴史家として中立視点からあなたを観察評価するわ。私は保留しようかね。年寄りは疑り深いのさ。これで過半数は超えた。俺は正式な隊長として認めてもらえたんだな。ジュリオ、エイミー、アニカ、アルフォンス、セルジュにバレリー、あと俺を入れれば13人中7人で過半数だな。ギリギリか。念のためあと一人承認を得ておきたい。ああ、それがいい。おそらく彼女なら承認してくれるだろう。あの、あまり私に話しかけない方がいいですよ。君は俺と話すのが嫌なのか？そうじゃないです。ないですけど、私はその嫌われているから。隊長の承認を得る前にそっちの問題を解決しておくべきか。13が避けられているのは知っている。死神の異名もだ。しかしその理由は本人から聞けと言われた。教えてくれないか？私が過去に所属した部隊が5回も全滅したからです。それで私がいる部隊は必ず全滅する。お前は死神だって。それでなぜ君が死神と呼ばれなければいけないんだ？君が部隊に所属することと部隊が全滅したことには何の因果関係もない。でも全滅を繰り返したのは事実ですから。その事実は君に敗北の責任がある論理的根拠にならない。そのような妄言を信じて兵士を出撃させなかったら指揮官失格だ。でもみんなは。次の戦闘でそのくだらないオカルトを消す。俺と共に出撃してもらうぞ。君は普通に戦えばいい。あとは俺に任せろ。というわけで本日の作戦は俺と13がチームを組んで行動する。
前の隊長が死んだのはサーティーンさんと一緒に行動したからなのに。全滅は5回だが、隊長は6人殺してるんだぞ。正気、あの、やっぱりやめた方が。一つ言っておく、この隊には余らせておける戦力など存在しない。もしどうしてもサーティーンの出撃を拒否するのなら、条件を飲んでもらう。条件？二人分働いてもらう。サーティーンの分も銃を撃ち、走り、拠点を制圧する。それができる者は遠慮なくサーティーンの出撃を拒否していい。誰かいるか？重さだけなら二人分の男がいるけど。残念だが、さすがの俺も 1.8 倍の働きまでが限界だ。2倍には少し足りないな。二人分なんて不可能だよ。手足は2本ずつしかないからね。では決まりだな。これより出撃する。あの、私頑張りますから。任せときなって。そこか、そこか。パワーが有り余ってるんだ。スマートに行くぞ。見せ場はいただくぜ。撃破です。応答せよ。どうしたんだ。
行動開始。気にない、悪くない。お客さんのお出ましで。逃がしはしない。お前は運がない。敵は病院を逃がさないで。任せときなって。スマートに行くぞ。悪いな。目標敵は確認。帰ったら一杯踊ってやるよ。行動開始します。ひるむな。敵も辛いはずだ。頑張ります。アドリブってやつだ。やりました。いい流れだ。おう、やるぜ。俺の気持ちって分からねえ。邪魔だ。よっしゃ。なんて腕前だ。私の番ね。発見したわ。そこね。やった。私体が丈夫なんだよね。発見したわ。私の番ね。私の番ね。力が湧いてきた。そこね。力発したわ。向こうにもあんな奴がいたと。力が湧いてきた。します。そこ。
持ちいいですね。行動を開始します。戦闘は無事終了した。結果に不満のあるものは？全然ないですよ。すごいです、クルトさん。尊敬しちゃいます。この結果はさすがに認めなきゃいけねえな。招待戦闘において個々の能力が戦果を左右するのは事実だ。だが一兵士の存在が部隊を全滅に導くほど作戦は個人に依存しない。ましてや死神のせいで全滅したなどというのは無能な指揮官の言い訳だ。なかなか言うじゃないか。もっとダメな男の方が教育の機会が増えるのに。なーに、世の中には君に育てられたい男が5万といるさ。うちの弟みたいな男どこかにいないのかしら。戦争で縁起を担ぐのは一般的な風習だけど、それを逆手にとって勝利したという記録もある。サーティーンには今後ともこの部隊の戦力として働いてもらう。はい。すみません、私いろいろと迷惑をかけてしまって。俺はこの422部隊を正常な部隊にするために必要なことをしただけだ。君が他の隊員と連携すれば作戦の幅が広がり部隊はより強くなる。当たり前のことじゃないか。そうです、そうですけど、そうじゃなくて。何がそうじゃないんだ。私嬉しかったんです、とっても。あれからみんなが私に話しかけてくれたんです。全員私こんな容姿だから幼い頃からずっと変な目で見られてきました。だけどさっき初めて意外と普通だなって言われたんですよ。隊長のおかげです。私それが嬉しくて。泣いているのか、サーティーン。リエラって呼んでください。それともしよかったらクルトって呼んでも。それはいいが、泣いているのか、リエラ。泣いちゃダメですか。もう意地悪なんですね、クルトは。泣くのはいいが、怒っているのか、リエラ。怒ってないです。もう優しくないのか優しいのかどっちですか。怒ってるよな。サーティーンもお前を隊長として認めてくれたか。これで確実に過半数だな。保留の者も含めて全員指揮権を認めてくれた。1名を除いてはエースだな。俺の見た限りでは彼女が最も兵士として優れた能力を持っている。それは間違いない。だが彼女には問題がな。戦闘技術は一流だが誰にも心を開かないんだ。
こちらが話しかけない限り全く言葉を発しないし、話しかけても無視されることが多い。俺だけじゃなく誰に対してもそうなのか。とはいえ彼女の力は今後の戦いに不可欠だ。今日のアスロン攻略戦ではエースを起用する。理由はわからんが、エースは戦闘意欲は高い。やってくれるとは思うぞ。彼女に期待しつつ出撃準備を始めよう。出撃前にエースの様子を確認しておくか。アスロンの拠点攻略、ここなら手応えのある奴と戦えるに違いない。ここにいたか、エース。今日の戦闘では君にない。まだ何も言ってない。おい待て。どこへ行くんだ。話を聞く気はない。待て。ここまでは追ってこられないと思ったか。なかなかの身のこなしだが、俺も追跡には自信がある。君自身は身軽でも、その個性的な武器の重量が深く足跡を残す原因となる。何も話すことはない。君から何かを聞こうと思ったわけじゃない。伝えることがあっただけだ。必要ない。俺も他人に干渉されるのは好きな方じゃないが、俺以上だな君は。お前に興味はない。分かった。必要なことだけ伝えておく。アスロンの拠点攻撃ではエースの戦闘力を前提に陣を組む。頼むぞ。自分には関係ない。結局最初から最後までない尽くしか。ここまで徹底するとはよほどの理由があるのか。負けはしない。
私の番ね。当たって！やった！なんていう手前だ。敵発見！私の番ね。おい、やるぜ。邪魔だ。よっしゃ。どうしよう、どうしよう。行動開始。嫌いじゃない。逃がしはしない。お前は運がない。いざ。己の道をただ行くのみ。弾持ってこい。敵を発見した。ふん。成敗。なんてやつらだ。問題ない。見逃さない。
外さない。ふん、嫌いじゃない。行動開始する。そこだ。仕留めた。行動開始する。この調子で行く。仕留めた。当てる。行くか。答えは必ずある。敵発見。つまらん戦いで死ぬわけにはいかない。帝国軍拠点を制圧、防衛をガリア正規軍に引き継ぎ次第帰投する。クルトが隊長と認められて命令系統が安定したな。これでやっと正体として正常な動きができそうだ。あとはエースだな。彼女が主力として使えたらこの部隊はもっと強くなる。ああ、グスルグはエースのことで何か知っていることはないのか。そうだな、ダルクス人でもあそこまで他人を拒絶するのは珍しい。ダルクス人がこの大陸の全ての国で迫害されている民族なのは知っているな。かつて大陸を荒廃させたダルクスの災厄を引き起こしたとされ、その罪により生も奪われた。俺たちは各国で迫害に耐えながら生きている。それもあって普通ダルクス人同士は協力し合うものだが、エースは同じダルクス人の俺まで拒絶するんだ。そうか。確かエースはこの部隊の在籍日数が一番長いんだったな。
あの若さで。2年以上だったか。それも九郎中佐のスカウトで入隊したらしい。スカウトということは、エースは自分の意思でこの部隊に来たというのか。彼女の扱うあの武器も軍の支給品ではないんだ。それも関係あるのかもな。事情は大体把握した。交渉してみる価値はある。話すことは何もない。一分だけでいい。話す時間をくれないか。ない。わかった。じゃあこれは俺の独り言だ。聞く聞かないは君に任せる。俺は君を一兵士として非常に高く評価している。この先この部隊が生き残っていくには絶対に君の力が必要だ。グスルグから君は自分でネームレスへの入隊を選択したと聞いた。もう2年もこの部隊にいることもだ。俺はこう考えた。君は何か目的があってこの部隊にいるのではと。ないとは言わないんだな。答える必要がない。ではここからは独り言ではなく君に提案をさせてもらう。俺と取引をしないか。もし君に何か目的があり、それを果たす時が来た場合、俺とネームレスは必ず君に協力する。その交換条件として、今、君の力を俺に貸してくれないか。俺は生き延びて、懲罰恩赦を勝ち取り、ネームレスを出ていきたい。そのためには、絶対に君の力が必要なんだ。君にとってこの隊が、少しでも必要な存在ならば、なくはない。うん。それは、取引に応じるということか？よく聞け。一度しか言わない。イムカ。え？名前。約束の証だ。お前が約束を守る限り、こちらもお前を裏切らない。君の名はイムカというのか。名乗ったということは俺を信用してくれるんだな。約束の解消は認めない。破れば命の保証はない。了解した。改めてクルト・アービング少尉だ。よろしく頼む、イムカ。セブン、指揮権は認めるが、お前は取引相手に過ぎない。お前の名を呼ぶ理由も、呼ぶつもりもない。わかった。それでいい。現状においては十分な結果だ。これで戦える体制は整った。